矢沢って何してるの聞かんけど。二軍でスライダーばかり投げて打たれとる。矢沢この前二軍で140キロしか出てなかったわ。矢沢は野手の方がええな。ソフトバンクホークスの人見たことない。石根とかマジで何してるのかわからん。立浪も評価してたし原も絶賛して1位指名することを許したらしいから、素材は本物なんかね。石根は怪我で今季絶望だっけ。斉藤、1年目の前剣を思い出すわ、かなりいい。広島の斉藤はかなりいいってソフトバンクファンのやつが言ってたな。斉藤は152キロ出るのにコントロールいい。打たれたスライダーも要求通りに投げてたし、セリーグのエースになれる器。庄司大当たりやろ。庄司はスローカーブでカウントきっちり取れるところがマジすげー。あれできれば大崩れしないわ。規定やないとはいえ、庄司の被打率が山本由伸と同じなのはすごい。昼間は案外頑張っとるよな。めっちゃ東大戦って言われてて地雷扱いされた記憶があるわ。昼間は三振少ないのがかなり期待できる。昼間は打定のパリーグでこれやからかなりようやっとる。山本由伸からも普通に打ってるし。ロッテのやつ誰だよ。ロッテ菊池、脇腹痛からスタート、2軍で防御率4点台、被打率3割、1軍初登板で4回三振0の圧巻投球。即戦力の吉村さん、2勝2敗、防御率 5.12、これあかんやろ。吉村は最初通用してたのにあんなにあっさり攻略されるとはね。プロの打者の対応速度ってやっぱやばいんやな。森下逸材すぎたわ。三振率も低いしフルスイングなのにゾーンコンタクト率も異様に高く打球速度も速い。全日本代表の中でもスイングスピードナンバーワンは伊達じゃなかった。こんな選手が外れ1位なんてな。この神宮3連戦見てると森下は神宮本拠地なら25本くらい打ってそうだよな。ソタニどうなん。二軍では無双してる。ソタニは二軍ではまあまあの成績やし来年に期待や。松尾ってどうなったんや。最初の方エグい成績やったけど全然一軍上がってこにゃん。保守やからな。保守として出るまでは下の方針。浅野はこの時期に一軍で出れてるってことだけですごいわ。まさか浅野が1年目から試合出てホームランまで打つとは夢にも思わなかったわ。萩尾さえ伸びてくれれば完璧なドラフトだったんじゃね。中地は入団前の評判よりもポテンシャルありそうで来年再来年あたり楽しみだわ。劣化柳みたいなもんかと思ってたら全然球早かった。大不作と言われた割にはファームで1年目から台頭する選手多いよな。来年以降1軍で使われて跳ねる選手もおりそうだし。